GW 最終日、5年ぶりに日本球界に復帰した DNA、筒号吉友外野手が、まずは最高のスタートを切った。6日のヤクルト戦、横浜、に、6番、左翼、で先発出場し2点ビハインドで迎えた8回西1二塁から復帰後1号となる逆転スリーラン。7回の第3打席で放った初安打も、 ホームランかと見まがう左翼フェンス直撃の二塁打で、もう十数センチ高ければスタンドに飛び込んでいただろう。復帰後初の試合でヒーローになりながら、あくまでも淡々と振り返っていたのがつつがらしい。本当にまた、横浜スタジアムでベイスターズのユニフォームを着てプレーできるのを嬉しく思います。本塁打は、点差もあったし、宮崎さんがつないでくれたチャンスで、 強い打球を打とうと打席に入りました。感触は、はい、入るかなと思いました。2軍戦6試合では打率1割7分6厘と結果を残せず、球団関係者からは、今回の1軍合流を不安視する声も上がっていた。そうした中、これ以上ない結果を残した筒香を三浦監督も絶賛。やってくれたね、さすがです。 やっぱり、筒香独特のオーラ、打席での雰囲気、が違う。ゴ雨がベンチにいることで、チームの雰囲気が進化したのかなと思う。米国で、経験を重ねて大きくなって帰ってきて、練習、ベンチ、ロッカーの姿が、チームにいいものをもたらしてくれています。そこで思い出したのが2020年オフ。 筒香が参加した指導者のためのオンラインセミナーで明かしたこんな持論だメジャーリーグの一流選手は人間的にも優れた選手が多い例えば目の前にボールが落ちていれば必ず拾うし拾わないと周りの選手からバッドチームメートと言われたりするそういう環境が人間的にも優れた選手を作ってるんだと思う そんな筒がとファームで接したエビナは、こんな印象を抱いたという。やっぱり試合への準備の仕方が違います。ストレッチとか見て、僕たちとは取り組み方が全然違うなぁ、と感じました。また、筒号が米国にいた時期も含め、ほぼ毎年一緒に自主トレしていた関根はこう言った。筒がさんは親身にいろんな助言をしてくださるんです。 僕の打撃の動画をアメリカの筒賀さんに送って、具体的な言葉でアドバイスをいただいたこともありましたね。筒賀の引き出しには、まだまだ多くの財産が入っているはず。打撃はもちろん、後輩を導く、人間力の進化を発揮するのもこれからだ。